YouTube です。今日はね、京山ロープウェイの方に行ってみたいと思います。本当はこっち行きたんですけどね、はい、はい、ということで、はい、これは自力で行っちゃいましょう。これ臨時とかあるの？ああ、臨時の臨時。あ、こんなんもあるんですね、池田動物園、ね、すぐ隣で、ちょっと気になった方もいる。ソーラーグリーンパークですね。ただ今は、まあ、ここでですよね。ここから上がっていく感じですね。徐々に。で、ソーラーパネルがいっぱいあると。行ってきます。はい。はい。じゃあ、はい。なんか、エンさんと久しぶりですね、この山の方も。そうですね。去年の夏ぶりかなと。夏ぶりかなとね。くさ本当に隣がもう動物園なんで、はい、そうですね。この普通に柵が動物園側からも行けるらしいんですけど、あ、でもそこは緩やかな感じで登れるんですけど、あ、そこは今入園料払わないといけないと、あ、ことになるんですけど、まあフリーで行けるんだったら、はい、この道かなと。そうですね、結構本番きついですね、息が上がってきますもん、はい、でももう中間地点、中間地、さっきなんか駐車した時に、はい、おっちゃん言ってたよね、なんか今日は親子でと、そうで、ね、親子で来てんのかと、はい、チピちゃんパパで僕があ、いやいやそんな見えないでしょお、うん、ぐらいでさ、うん、行きますね。いけるかな、はい、いけると思いますね。こんな感じですね。まあ、ロープウェイだとあっといますね。そうやね、うん、そうですね、これ今でも残ってるってことですね。雲のサラで気をつけてください。まあ、こっちはいけるって感じ。なるほどね。廃墟化した遊園地ですからね、うん、そうか、あれはどっちかな、あ、でも自販機とかもあるもんね。お前、動いてんのかどうかな、あ、車もある、何これ、車で上がってこれるんですね。あ、なるほどね、ソーラーパネルの、あ、ほんまだ、なんかこれなんかなんとか賞みたいなやつあるかもしれないですね。おお、あ、すごいな、これ大きいですね。大きいですね。これは実際に稼働してたんでしょうか。稼働してたやつを展示してる、買い取ってと、もうかなり古い感じ、戦後のやつかな、戦後というか、うん、ね、他にも、ね、見に来られたりしているということで、あのね、あ、でもあれだから僕らはその、うん、歩いてきたけど、うん、もしかしたら徒歩で来たのか、徒歩じゃなくて車で来た、うん、そうかもしれないですね、うんうん、まあでもよかったですね、また山登りできて、久しぶりにね、1年ぶりに歩いたわけですから。でもすごいな。え、でもこれなんでわざわざこういうコックピットの配置図を書いたんでしょうね。まあ一つの、ね、まあ、説明の一環として、なんかこう、どこどこで使われとったみたいなのは書いてないんですね。うん、768687いいんですか、687、空気取り入れ口、なかなかね、この近くで見ることはないですよ ね、 ないね、うん、まあ、はにいてるらしいですよ。ちょっと書いてたんですね、説明は、うん、ちょっと薄くなってる。航空自衛隊の主力戦闘機として採用され、1967年までに210機を装備した同機は最後の有人飛行機とまで言われてデビューした。原型の初飛行は1954年ということです。はい、まあ、はい、YouTube で、ね、今日は F104J、 こちらをね、ちょっと今日は見に行きました。岡山の京山にあるんですけどね、今はロープウェイがないんで、まあ、皆さんも歩いて登って見てくれたらと思います。はい、こんなこんなで、また
見てください。よろしくお願いします。はい。いつもスピチューブ見てくれてありがとうな。これからもよろしく。